彫刻のような美しさ。羽生結弦のウエストが放つ圧倒的な存在感。羽生結弦という存在は、ただ単にスケート界の頂点に君臨する選手であるだけでなく、その完璧なフィジカルも多くの人々を魅了し続けています。特にその引き締まったウエストは、まさに奇跡のような存在です。多くのファンが彼のスケート技術に加えて、彼の体型にも強い憧れを抱いています。それは、 アスリートとしての厳しいトレーニングを積み重ねた結果であり、同時に彼の真摯な自己管理の表れでもあります。羽生選手自身も、自分のウエストの細さには驚いている様子で、ある撮影現場では、僕、ウエストエグいんですよ、笑いと笑いながら自分の腹部を披露したというエピソードがありました。この発言が示すように、彼は自分の肉体の美しさを完全に自覚している一方で、それを誇示することなく、 自然体でいることができるのです。羽生選手のウエストは単に細いというだけではありません。筋肉がしっかりとついた、その引き締まったラインはアスリート特有の美しさを備えています。彼のスケーティングを支える体幹の強さと日々のトレーニングによって磨かれた筋肉はまさにアートのように美しいのです。多くの人々が彼の滑る姿に感動する理由の一つは、 このの見事にに調和の取れた身体美にあります。特に衣装をまとった際のウエストのラインは他の誰とも違うまるで彫刻のような存在感を放っています羽生選手のウエストについて語る際その美しさに驚くスタッフたちの反応もまた興味深いものです彼の写真集や撮影現場ではしばしばスタイリストやカメラマンがその驚異的なウエストの細さに簡単の声を上げることがあります スタイリッシュなスーツを身にまとった彼が、ドレスルームから現れると、スタッフたちはその姿に息をのみ、あまりの細さに言葉を失ってしまうほどです。しかし、羽生選手はただ細いだけでなく、その中にしっかりとした筋肉が詰まっているため、ただの細さとは一線を画しています。この完璧なバランスが、彼のフィジカルをさらに際立たせているのです。また、羽生選手のウエストにまつわる話題は、 単にに外見のの美しさとどまらず彼のスケーティング技術とも密接に結びついていてますスケートは全身の筋肉を駆使するスポーツですが特に体幹が重要な役割を果たします羽生選手のように高難度のジャンプやスピンを行うためにはウエスト周りの筋肉が非常に重要です彼のウエストはの役割を完璧に果たしておりそれが彼の技術を支えているのですジャンプの際 体をひねる動作や空中でのバランスを保つためには、ウエストの強さが必要不可欠であり、彼が世界最高峰の選手であり続ける理由の一つに、この体幹の強さがあると言えるでしょう。羽生選手は、の美しさに驚くだけでなく、ウエストに関連する身体の変化についても率直に話しています。最近では、お尻が大きくなった、と冗談を交えながらも、その体型の変化についてもオープンに語っています。 これは彼がアスリートとして自分の体をどのように見つめ、どのようにコントロールしているかを示す一例です。スケートのパフォーマンスを最高のものにするために、彼は常に体の状態に敏感であり、それを維持するために日々のトレーニングや自己管理に取り組んでいます。このような彼の姿勢こそが、彼を特別な存在たらしめているのです。ウエストの細さはもちろんですが、その美しい体型は、 羽生選手のスタイルにも大きく貢献しています彼はしばしばファッショナブルな衣装を身にまといますが、そのすべてが完璧にフィットしているのは、その引き締まったウエストと金星の取れた体型があってこそです。特に胸元が大きく開いたスーツや、体のラインが際立つ衣装を着た彼の姿は、まさにファッションモデルのような存在感を放っています。スタイリストたちは、彼のウエストを引き立てるための衣装選びに心を砕き、 彼の美しさを最大限に引き出すための工夫を凝らしています。羽生選手のウエストに関するエピソードは、彼の肉体的な美しさだけでなく、その人間性とも深く結びついています。彼は自分の肉体に対して誇りを持ちながらも、それを過度に強調することなく、自然体でいることができる人物です。彼の謙虚さと自信のバランスは、彼の人間性をさらに魅力的なものにしており、 多くの人々が彼に惹かれる理由の一つでもあります。ウエストという具体的な身体的特徴を通じて、羽生選手の内面的な美しさも浮かび上がってくるのです。さらに、彼のウエストに関する話題は、ファンの間でも大きな注目を集めています。SNS やファンコミュニティでは、彼の引き締まったウエストに対する称賛の声が絶えません。彼の写真や映像が公開されるたびに、その美しさが話題となり、 多くの人々が、ウエストがすごいまるで彫刻のようだと簡単の声を上げています。このように、羽生選手のフィジカルは、彼のファン層にとっても大きな魅力の一部となっており、彼の肉体美はスポーツ界を超えて多くの人々に影響を与えています。しかし、羽生選手のウエストの美しさを支えるのは、日々の努力と自己管理です。彼はアスリートとしての身体を常に最適な状態に保つために、 厳しいいトレーニングを欠かさず行っていますその中には体幹トレーニングやバランスを重視したメニューが含まれておりこれが彼のウエストを引き締め筋肉質な体型を維持する要因となっています羽生選手はただ細いだけでなくしっかりとした筋肉を持つことでスケートのパフォーマンスを最大限に引き出すことができているのです彼のトレーニングや自己管理に対する情熱は プロアスリートとしての彼の姿勢を物語っています。引退後もなお、羽生選手は自らの体に対して高い意識を持ち続け、常にベストなコンディションを維持しています。これは、彼がスケーターとしてだけでなく、一人の表現者として、さらなる高みを目指していることの表れでもあります。羽生結弦という名前は、スケートの枠を超えて、多くの人々にとってインスピレーションとなる存在です。 その引き締まったウエストは、彼のフィジカルの象徴であり、彼の努力と情熱の結晶です。それを支えるのは、日々のトレーニングや自己管理、そしてアスリートとしての強い意志です。彼の美しさは、単なる外見の問題ではなく、その内面から溢れ出る情熱と努力の結果であると言えるでしょう。ファンたちが彼のウエストに驚き、称賛の声を上げるたびに。 その背後にある彼の努力とストイックさを感じずにはいられません。羽生ズルのウエストは単なる身体的特徴の一つに過ぎないかもしれませんが、それは彼の生き方そのものを象徴する要素でもあります。ウエストが引き締まっているという事実は、ただの美的要素ではなく、彼のスケート技術、体の制御力、そして彼がプロアスリートとして、また一人のパフォーマーとして常に最高の状態であることを示す証しでもあります。 ウエストの細さというのは、多くの人にとって目指すべき美的目標の一つですが、それを維持するためには計り知れない努力が必要です。羽生選手も例外ではありません。彼がその完璧なウエストラインを保つためにどれほどのトレーニングを積み、どのような生活習慣を維持しているかを考えると、ただ驚嘆するばかりです。スケートリンク上での彼のパフォーマンスの裏には、常に身体の細部に至るまで徹底的にコントロールし、 常にベストを追いい求める姿勢が隠れていますそれは彼の「ウエストエグい」という言葉の裏にある自己管理の賜物とも言えます。さらに羽生選手のウエストに関する話題は単なる外見の美しさや細さにとどまらずその健康的な側面にも触れるべきです。アスリートが肉体美を維持するためにはバランスのとれた食事と厳しいトレーニングだけでなく適切な休息とリカバリーも欠かせません。 羽生選手もこの点において非常に意識的であり、スケートのトレーニングだけでなく、リカバリーのためのヨガやストレッチ、メンタルケアにも取り組んでいることが知られています。このような総合的なアプローチこそが、彼の美しいウエストと健康的な体型を支えている要因なのです。